可愛すぎないですか。人狼可愛いよね。人狼、人狼天使、うん、じゃあモノマネしてなんか。モノマネ、モノマネ、なんかモノマネしてなんか、うん、いつものやつよ。いつものいつものやつですか。なんかやりない。え、ルアー君ですか。なんだね。これより始まるリベラルショーだ。全員分かってるよな。あ、全員で頭。じゃあ、じゃあ東京ダイナマイトやってる。ジュノちゃん。最近できなくなってきた、ね。じゃあエヴァのマリアって。エヴァのマリア。いつもの。エヴァのマリアってどんな、どんな。ワンコくんですよ。ワンコくんですよ。姫ですよ。9だと。なんでマリオ。今俺マリブームだ。まだ他だったら真似しようがあった気がする。じゃあ。できないですけどね。じゃあ、あの倍返しの人。使いますと、半沢。倍返しの人やって。あの、この間全話見たんですよ。おお、あ、じゃちょうどタイムリーじゃん。浅野支部長と支部長、あの、机バンバンの人、なんか、怒ってても敬語の人です。おお、最初の半沢くん。あなたは出向なんですよ。バンバンの人あれ、あ、じゃあもう分かったから、中尾家だって中尾大王しか言えなくないですか。中尾いや、じゃあ田中君や、田中君や。ほっと。できるから、まあ、食べてる人、こっちでしょってやつ。クソみたいな動画が。クソみたいな動画だ、これ。やべ。これ、あげないぜ。いや、わかんないよ、これ。あげても多分、飛鳥さんくらいしか反応しない。じゃあ、飛鳥君が反応してくれとか。じゃあ、飛鳥君のモノマネやってみて。アスカさんのモノマネする。いつもいつもこう鼻くん。若いエキスが。